フォローのスイングアークを、フラフープで説明してみるという話ですが、まあ、フォロースルーですね。というよりも、まずスイングっていうのは、まあ、円運動。このようにね、円を描いてるというふうにね、考えてください。で、これをまあ、円で考えると、このように円が、できてきます。で、その円の、まあ、ちょうどフォロースルーっていうのは、まあ、半円で言えば下の円ですね。で、下の円をどのように作っていくのかっていうのを、ちょっとこのフラフープで説明してみます。で、そうすると、フォロースルー側は、こう、ちょうどこのような形になってくるんですけれども、こう、下側にこう円が深く、入ってくるようにね、していくんですね。どういうイメージかっていうと、こう上に上げていくと円じゃなくなっちゃうんですね。うまく円を作ってあげるには、この左の動きですね。左を下からこう突き上げていくような、円運動の動きになってくるということですね。どうしてもこう上に上げようと してしまうんですけど、円運動なので、上に上がらないんで、ですよ。こう下なんですね。左をこう下から、こう、下から押っつけるように、この下の円を作ってあげるっていうね。こういう練習を、練習してください。このフラフープを使ってね。ですから、こう下の円です。下から円がスピードが出てくる。これがやっぱり加速が生まれる円運動になるんですね。上に持ち上げちゃいけないっていうのが、この円のね、動きで言えば、わかると思うんです。このような、動き。そうすると、この左がうまく利用できると、こう、綺麗な円が描けます。実際その、スイングでですね、やってみると、まあ、フォロースルーのところですね。ここを低く使ってあげるっていうことに、なるんですね。ですから、もうほんとこう、低い位置でヘッドを走らせる技術ということになりますから、まあ、自然とリストターンだとかですね、このような切れ味鋭い、スイングが可能になる。このようなフラフープを使った円の感覚を、まず練習の中で意識していただくと。まあ、下の円がね、しっかりと作れると、スピードが、切れ味が、出てきますんで、まあ、フェースローテーションも単純にできますし、まあ、このグリップをね、地面に近づけるような円運動を、下の方で、ベルトの下で作る。そうすればこのようにね、切れ味の鋭いスイングになっていきますので、皆さんやってみてください。原田ゴルフ動画レッスンチャンネル。ほぼ毎日夜9時にアップしております。見逃したくない方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。